今回の演奏を担当しておりますアグリジュンです。よろしくお願いします。このホフマンの見どころ聞きどころっていうのは、初めてオペラを見る方にもすごいファンタジーのお話ですし、どっかコメディ系のところもありますとか、すごいドラマチックっていう要素もいろんな要素があるっていうのが、やっぱりこのホフマンの一番の見どころだと思います。一つのお話の中に、やっぱりその中に3つのお話が、完結されているお話が3つ入ってくるということだと思います。でその中にやっぱり一人一人ソプラノがあって、3人もソプラノが、それぞれあり上がったりっていうところも、他のオペラとはちょっと違う、魅力があるのと思うのと、愛知トリエンナーレで、このホフマンを作りまして、その後スロベニアでも、この公演を、やりまして、でどちらもある程度成功で終わったと思いますので、今回も東京でも、今回に機会でやるっていうことによって、また新しい歌い手と、でまた名古屋とは違う、バージョンでいきますので、名古屋を見た方たちもまた新しいホフマンになるんではないかなと思ってますので、ぜひとも、皆様、ご来場お待ちをしております。よろしくお願いいたします。